小さな女の子がある日公園で古い人形を見つけました。とても汚れていたのですが、なぜかその人形をとても気に入り、家に持って帰ってきれいに洗ってあげなくちゃいけないと思いました。家に持って帰ると、母親からそんな人形持って帰ってこないでと怒られてしまい、仕方なく女の子は公園に戻しました。がっかりしながら夜お風呂に入ると、そこにはあの人形が置いてありました。それを見て、女の子はびっくりすると同時に、また母親に怒られてしまうと思い、バレないうちにそっと捨ててしまおうとしたところ、母親が、何してるの？こんなに可愛いお人形さんを捨てるなんて。と言い、一緒にお風呂で洗ってあげて、と言いました。女の子は驚いたのだけど、嬉しくもありました。その日から母親はその人形を大事にしているのですが、だんだんと女の子よりも人形を可愛がっているようで、ある時から女の子の姿を全く見なくなってしまいました。けれど、女の子の家からは子供の笑い声がするので、女の子は元気にしているのだと思います。